はいおはようございます。こんにちは、こんばんは、レオジンと申します。いきなりですが、私、レオジンがですね、一番好きなガンランスの戦い方がですね、月砲撃型、まあ、通称、畜ンと呼ばれる、えーまあ、戦い方が一番得意であり、一番好きなんですけども、まあ、その月砲撃型が一番得意とするガンランスが、この砲撃タイプ、拡散型でございます。 まああのこちらの拡散型のガンランスを、えー、使うのが、えーまあ、大好きだということでございます、まあ、今作のモンハンライズは特にですけど、まあ、通常型か放射型この2つが結構強いと言われているんじゃないかなと個人的には思ってるんですね、まあ、それぞれ通常型もですねあの、まあ、フルバーストもすごく強いですし特に今作はねブラスダッシュとの組み合わせもすごく相性いいですしで、あのー、放射型もですねあの流行法が非常に強い ですねまあ、ひたすら流行法をどんどん打っていく戦い方が非常に強いので、まあ、この通常型、放射型が結構ガンランスの中では強いと言われてるんですけどもそうなってくるとちょっと拡散型がね人気ないなっていうふうにちょっと思ってるんですよね、まあ、理由いろいろあると思うんですけど、まああの,他の2つ、まあ、放射と通常型と比べるとかなり難しいんですよね拡散型っていうのは。 うん、考えることも多いしできることも多いんですけど操作がすごく複雑なんですよね他の2つと比べるとですね、まあ、なんであので、まあ、そういうことも含めてやっぱ放射とか、まあ、通常型の方が人気があるのかなというふうに個人的に思ってるんですけども今回の動画はですねこの拡散型に、えー、重点を置いてですね、えー、僕がですね詳しく、えー、どこが強いのかっていう、まあ、何が強いのかとか何が魅力あるのっていう まあそういった拡散型のねいいところですね皆さんにお伝えしていこうかなと思います。まあ、この動画見て見終わった後にはちょっと拡散型使ってみようかななんて、えー、思っていただけるような動画をですね <laughs> え見ていただけるんじゃないかなと個人的に思ってますでは早速やっていこうまず拡散型で一体何が強いのかっていうところなんですけどもほ、まあ、他の2つですね通常型、放射型と比べると通常砲撃の威力が一番高いのが拡散型の特徴でございます。 はい、でですねもう1つの特徴が当たり判定が、まああのー、横に強い、縦に強いっていう言い方をした方がいいのかな、まあ、こんな感じで、まあ、割とカスあたりでも当たるんですよね,ね、左側にちゃんとしっかりと当たってます、まあ、リーチはあんまりないです、うん、奥行きはそこまでないんですけども、まあ、軸ずれに強い、えー、横に強いって感じですかね、こんな感じですぐ当たります。 多分通常、放射だったら当たらないような横の位置とかでもカス当たりで当たることができるので、まあ、どちらかというと、まあその、奥、このリーチというよりかはこの軸に、まあ、強いあの攻撃範囲を持つっていうのも拡散型の特徴でございます。でね、あの拡散型って一体何をすればいいのかっていうとこの通常砲撃をとりあえずたくさん当てたいんですよ、モンスターに。うん なので極端な話、まあ、こんな感じでどんどんこうやって当てていくっていうのが、まあ、やりたいことではあるんですけども、まあ、もちろん砲撃ばっかり打っていくとどんどん後ろに下がっていくので、まあ、いずれ攻撃が当たらなくなりますよと。えー、そうならないためにですね、えー、打ちながら水平突きを1回挟むんですよ。水平突きってちょっと前にピュッて出るんです。 で出し続けるとどんどん前に進んでいくんで、まあ、砲撃をすると後ろに下がるだけど水平突きすると前に進むということでこれを繰り返して、えー、後ろに下がらないように調節しながらどんどんこうやってダメージを与えていくこれが拡散型の、えー、突き砲撃という戦い方通称、クボンってやつですね、まあ、チクボンって感じですね、まあ、もちろんこれあのガード突きからでもこんな感じですることができるんですけどもガード突きは前に進まないので <laughs> どんどん後ろに下がってしまうんですけどもこれもねあの空中の敵とかにはあ結構判定が強いので、まあ、やります。だ、はい、けど基本的にはこれね水平好きこんな感じで、まあ、ガード付きと比べるとねあのすぐ素早くねあのババーンって打つことができるのが、えーまあ、水平好きとの砲撃の相性なのでガード付きだとどうしてもこれが限界なんで。 うん、どんどん後ろに下がっちゃうし当たらなくなっちゃうんですけど、まあ、基本的には水平付きの砲撃、まあ、これを絡めていって、えー、敵のダメージを取っていくこれが拡散型の、えー、基本的な戦い方ですね突き砲撃は分かったよとじゃあ他に強いとこねえのかとなると、えー、他の2つにはない最大の特徴もう1つがですね、えー、流行法ですねこの流行法が実はスタン能力がついてまして えー、流行法でスタンを取ることができるっていうのも、えー、もう一つの特徴ですね。こんな感じでスタンを取ることができます。連続ダメージ、パチ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 っていう連続ダメージはないんですけども、まあ、こんな感じで、えーまあ、敵の頭に、えー、流行法をさすことによってスタンを取ることができます。まあ、あの流行法で,す、ね、でスタンを取ることができますので、さまざまな派生からでも流行法をつなげることができますよね。例えば列山からの X で まあこんな感じで流行法をつなぐこともできますしまあ他にもまあ砲撃砲撃からもこんな感じで流行法をつなげることもできますうんこんな感じでスタン取ることもできますしあとはまあガードエッジ派生からの,ねあの流行法もつながることもできますし割と狙うチャンスは多いんじゃないかなというところではございますまあこれがねまあ 本当今作では特に強い、えーですね、拡散型の魅力なんですけども、まあ、あの他の通常型、放射型だと、えー、このスタン取ることはできないんでこれも拡散型の最大の特徴でございますがただ、えーまあ、これも弱点というか、まあ、ちょっと難しいですやっぱりあの相手の頭に流行法を刺すっていうのが必要になってくるのでかなりその状況把握ですねリーチとかをしっかりとこう見極めないとなかなか刺さることはできないですね。うん まあなんで、えー、特に相性がいいのはやはりこのため砲撃からのこのクイック流行砲ですね、まあ、この連携を、えー、組み込めることができれば、あのー、スタン取って、あのーまあ、マルチ、ソロ問わず、ね、あの敵の動きを拘束することができるのでこれはかなり強いいと思います一応、こんな感じでガードリロードとた、えー、め砲撃を、あのー、入れ替え技ですね組み合わせるとこんな感じでループすることができます、流行砲ループですね。 まこれ狙うチャンスなかなかないけども、まあ、敵がダウンしてるときとかにスタン取りたいなーってうときとかはこんな感じでどんどんバチバチスタン取っていけるっていう、まあ、そういった連携もあるんですけども、まあ、ただちょっと位置がやはりずれます水平突き絡めてないのでどんどん後ろに下がりますこれ最初あそこ当たってるけどもどんどん当たらなくなってきますどんどん後ろに下がっていきます なんで、まあ、途中でこうやって水平突き絡めないとちょっと当たらなくなってくるんで、まあ、ここの位置調節もちょっと難しいのが、えー、ちょっとネックですけども、使いこなせば、えー、めちゃくちゃ敵の動きを拘束、えー、することができる、スタンス取ることができる、これも拡散型の魅力ですね。先ほどため砲撃を、えー、していたんですけども、こんな感じで、えー、していたと思うんですけども、これ実はもう一段階ためることができる、これも拡散型の特徴になりますね。 まあそれぞれ、えーまあ、54からのた、えー、め砲撃で76そして、えーまあ、強ため砲撃とでも言いますか2段階ためのやつだと105と、えー、威力かなり変わります、まあ、大体倍率でいうと、えー、1.95倍約2倍ですねた、うん、め砲撃は1.4倍に対して、えー、強ため砲撃が1.95ですね大体1.9、1.952、まあ、倍なんて言われてますけども 威力をこうきっちり上げることができるので割と馬鹿にならない威力になりますうんなのでまあまあ溜めれることを知ってればいいんですけどもなかなか使う頻度がね <laughs> あんまりないんですよねこれね基本的にもうこうやってもうため砲撃撃って流行砲が一番手っ取り早いので、まあ、2段階貯めるメリットがほとんど本当に威力だけっていうね、まあ、一応ここからでも あの砲撃や、えー、クイック流行なんてつながるんですけども、まあ、使う頻度はほぼないですねうん、まあ、こんな感じで使えるんですけど、まあ、2段階貯めることによって、まあ、威力を約2倍ほど上げることできるよっていうのも覚えておくといいと思います、まあ、隠されてる、まあ、隠されてはないけど、まあ、拡散型の特徴ですねさらに拡散型のいいところなんですけども まああの属性攻撃を生かしやすいというのもえ利点なんじゃないかなと思います、まあ、通常型はまあフルバーストがメインで、えー、放射型はえ流行法メインでございます、まあ、この2つだけの話をすると、まあ、どちらの技にもですね、えー、まあ 属性は乗りませんよね、うんまあ、通常型は、まあ、叩きつけ投げ払いはあると思いますし、まあ、特に放射型に関してはため砲撃と、まあ、流行砲ループがメインなので、まあ、本当に属性乗ることはないんですけども、えー、拡散型って基本的にこの動きなんですよ、うんまあ、砲撃にはもちろん属性は乗らないんですけどもあの武器のこの水平好きにです、ね、属性が乗りますよねでだから、まあ、属性攻撃の回数が一番多いのも拡散型の魅力なので 今これで毒武器でザクザクザク刺してますけども敵のまあ動きを止める麻痺だったりとか、まあ、睡眠とか、まあ、毒とかもしっかりですね、えー、効果が発揮しやすいのも拡散型の一つの魅力ではないでしょうか基本的にはもうこれですもうこの動きばっかりするので気が付いたら敵はもう毒になるとこんな感じで。 まあこれ毒,武器です、ね、毒属性がついているフィルブゴラこれ拡散型レベル4なんですけども、まあレねこんな感じでですね属性攻撃も生かしやすいので、まあ、例えば氷ガンランスだったり、非属性ガンランスだったりとか、まあ、例えば、そのゴシャハギに対しても非、まあ、属性の、まあ、月砲撃でいくとなると、この月の部分のダメージも上がりますので、まあ、それと合わせて。 結構、総合火力とかも上がりやすいという、まあ他にも麻痺とか毒とか、まあ、睡眠とかの、ね、属性値も活かしやすいというので、まあ、ソロ、まあ、マルチ、まあ、特にマルチとかで重宝するかな、麻痺属性、付き砲撃ガンランスを作れば、あの麻痺も狙えるし、でしかもこう流行砲でスタンも取れるから、えー、拘束できるし、ね、さらに、ね、チャンスが広がる、まあ、こういったところも、えー、拡散型の魅力の一つでございます。 あと拡散型のまあ利点まあいいところなんですけども隙が少ない技で構成されているので非常に対応しやすいっていうのもえ特徴になりますねまあ水平突きと砲撃がメインになってくるのでまあ例えば敵攻撃してる時ににやべえみたいな感じですぐステップに逃げることもできますしもちろん状況においてはまあ砲撃した後こうやって逃げてまあリロードしてまた落ち着かせてっていうこともできますし もちろん水平敵からのこんな感じでガードエッジす、あの音速でできますから、こんな。<laughs> めっちゃ早くできる、こうやって。はい、なんで、まあ、とっさのアクシデントとかにもガードエッジでカバーしやすいともありますし、まあこんな感じですぐ、まあ、地列弾もパッて、まあこれもつなげることは普通にまあ他の武器からでも派生できるからですけど、まあ、鉄柱主義の反応、まあ、特にガードエッジですね、あのこのスピードはマジで頼りになる。やべーみたいな。<laughs> そうですねこの感じ、もうめちゃくちゃ隙が少ないんで、まあ、その分、敵の動き見なきゃいけないから忙しいんですけどもまあ、なんで、まあ、被弾率とかはすごく下がりやすいんじゃないかな他の2つと比べると、被弾する確率とかはね、まあ、状況次第にはよりますけども、まあ、なので隙が少ない技で構成されているのであの敵の動きにも対応しやすいこれも拡散型のいいところですね、まあ、例えばこんな感じで、まあ、ずっと攻撃してたりとかするじゃないですかこんな感じで。 だけどガードエッジでパってすぐあの反応したりとかですね、割とね、間に合うんですよね、ギリギリでも、まあ、ガッチが強いんだけど、これは、うんまたこうやってずっと蓄音やってたけど、あ、やべえ、敵攻撃来るみたいな、あまあ、例えばですけどね、もちろん選択肢もいろいろあるからですね、ガードリロー挟んでもいいですし、うん、で敵ちょっと位置ずれたなと思ったら、こんな感じで戦っていって、まあ見た、見てからこうやって見たりとか。 もう本当幅広く対応できるからそこも強いんですよね。はい、流行法みたいな。<laughs> で、スタン取っちゃおうかなみたいなのもできますし、もちろんノーマルガードも全然 OK ですしね。うー、失敗した。まあ、すごく、ね、あの対応しやすいですね。まあ、対応できないとは言わんけどね。うん、なんであので、細かい連携を基準にして戦う拡散型だからできることですね。 うんまあ、これは結構、被弾率とかもあのだいぶ下がりやすい安定した戦い方ができるんですけども、まあ、もちろん、ね、相手の動きもちゃんと見ないといけないので結構視野を広げないといけないですね、まあ、ただ突き砲撃すればいいだろうっていうわけではないんですよね、まあ、ここはちょっと練習が必要ではあるんですけどもま,あ、すごく安定しますあらかた拡散型の強いところをですね、えー、お話をさせていただいたんですが、えー、まあもちろんね、まあ、この戦い方の弱いところっていうのももちろんあります。 まず弱いところっていうのが、まあ、基本的にはこの動きばっかりにはなるのでまあやはり肉質のいいところをやっぱ立ち回った方がいいんですよね、まあ、肉質の硬いところだと大体こんぐらいのダメージ150かな、まあ、もちろんね、まあ、砲撃砲撃すれば、まあ、肉質なんて関係ないからいいんだけど、まあ、例えばこういう硬いところとかを攻撃するときって基本的に心眼がないと弾かれちゃうので まあ僕は結構、ね、突き砲撃型を使うときとかは芯が入れたりするんですけどもやはり柔らかいところはやっぱり攻撃しないとしんどい、まあ、これはまあまあ、流行法にも言えますよね放射の流行法もそうですね肉質依存する技なので、まあ、なるべく柔らかいところに打ちたいですし、まあ、フルバーストに関してはあんま関係ないですけどね、うんまあ、なんでまあちょっと肉質はちょっと意識した方がよりいいダメージを与えることができるのと、まあ、他の2つと比べると圧倒的に指が忙しい基本的に X、A XA の、えー、交互でやっていく武器なんで、もう指、親指がすっげえ動くの、これ。親指、すごい動くし、敵の動き見なきゃいけないし、ガードリロードもしっかりと挟んでいかなきゃいけないし、リロードですね。うん。で少しちょっと隙とかがあったら、こんな感じで流行法打ったりとかね。<laughs> 敵の状況能力ですねあの、敵の状況把握能力か。うん。 ま敵の動き見ながら、こうやってどんどん攻撃していって、あ行けそうだなと思ったら、こんな感じで、龍行砲を狙ったりとか、あとはまあ近づきながら、えいみたいな感じでやったりと、でそのまま突き放置で入って、みたいな。<laughs> まあ圧倒的忙しいんですよ、本当に。で あとはその敵から離れちゃうとしんどいので基本的にへばりついた立ち回りですね敵の周りをこうやって立ち回るんですけども、まあ、いざちょっと離れた時ここまで離れた時がすごく課題になります拡散型は、まああのー、通常型とかになりますと、まあ、ブラスダッシュでビャーって追いかけられたりとか、まあ、放射型とかリーチがあるからねる程度ある程度こうやって離れても攻撃できるから まだ緩和されてはいるんですけど拡散型は基本的にも近づかないとだめなのでこんな感じで基本的に近づかないといけないので、まあ、ここはかなり課題になります基本的に虫の移動かなこんな感じで移動してこんな感じでやっていく、まあ、やり方はいくらでもあるんですけどもあとはまあ地獄弾、まあ、中途半端な距離とかやったらまあ地獄弾でピューンってやってで駒は突き砲撃入ったりとかですね、うん 一応、地列弾からの A であの水平砲撃ですね、こうやって戻ることができますんで、まあまあ、着地としてはできるんですけど、まあ、地列弾を使うか、まあそうですね、虫使って近づくかみたいなことが必要なんで、まあ、離れた敵に関してはやっぱりしんどい、まあ、これはどの砲撃タイプでも言えるけど、まあ、特に拡散型は近づかないといけないので、まあ、指が忙しい、<laughs> とあと状況把握能力がいる、で離れたときしんどいみたいな。 この3つがこの拡散型の苦手なところかなと弱点かなと言えますね。 実は、拡散型にも戦い方が大きく分けて2つあるんですね、えー、それぞれブラダクイックとタメガリロっていう戦い方、まあ、それぞれ、ねあのー、入れ替え技の組み合わせが違う戦い方なんですけども、まあ、今回、それの2つを紹介していこうかなと思います、このブラダクイックに関してはブラストダッシュとクイックリロードを組み合わせた、まあ、あの拡散型なんですけども、もう手数と機動力を兼ね備えている超もう速攻型といっても過言ではない。 基本的にはブラスダッシュで近づいていって、まあ、こんな感じで立ち回っていくとでクイックリロードで高速装填してひたすらやっていくとで敵が離れてしまったなと思ったらブラスダッシュでこうやって追いかけていってまた突きやっていくと、はいまあ、この圧倒的手数を増やすことができるブラダークイックなんですけども、まあ、いいところはやはりあの敵に、あのー、離れても あのー、なんですか持続してダメージを与えることができるのとやっぱ大きな利点はやっぱ地獄山の効果ですねこうやって効果ついてらでもブラ,ブラスダッシュでこうやって近づいていって維持した状態で戦うことができるこれやっぱ強いよねっていう地獄山との相性すごくいいですはいなんで、あので、ーまあ、ブラスダッシュの移動をちょっと極めてですねこんな感じでまあ、ちょっと難しいですね <laughs> めちゃくちゃ手が忙しいっていうところですけども まああのまあ、地裂弾との相性もいいですし手数を増やすことができるし、まあ、あの水平付きの回数もあの増やすことができるので、まあ、属性武器だったり状態異常攻撃ですね、まあ、属性がついている武器との相性もすごくいいですただあの、流行法を打つあの、まあ、クイック流行とかのコマンドの発生がすごく少なくなっちゃうのでスタンはもうほぼ狙えない基本的にはもうガ,ガードエッジからの、まあ、流行法のみになってくるのかなっていう。 まあ基本的にはそこかな、まあ、まあこれも一応やろうと思ったらできるけど、まあ、狙えるチャンスはなかなか少ないのかなっていう、うんまあ、ガードリロードで、ね、流行砲の刃、まあ、流行弾ですね、リロードすることもクイックリロードじゃできないので、まあ、基本的には流行砲を使わない、もう突き砲撃のびで立ち回る、軌道、軌動性をかなり重視した戦い方、これがブラダ・クイックですね。 マジでで強いんですけど指も忙忙ししいいででですす本当に忙しいですでもう1つがためガリロですね。まあ、これは先ほど見せた感じですね。基本的には溜め砲撃してクイックリュークを狙ってスタンを狙っていくような立ち回りそしてガードリロードで、えー、流行弾をリロードしてループしていく立ち回りですね。まあ、基本的にはこの黄金コンボですね鉄板コンボが使えるのが最大の利点ですね。 であとは、まああのー、ガード位置が使えない時でもガードリロードである程度、こうやってガードして、ねあのー、防ぐことができるっていうのも1、えー、つの利点なんでどちらかというと拡散型はこちらのタイプの方がすごく安定しますでスタンも取れるっていうのも最大の特徴なんですけども、まあ、あのブラダークイックと比べると手数が若干少なくなりますほんの少しの差だけどねこんな感じでちょっと遅いんですよねうん であと離れた時でとき、ね、まあ、ここの対処法がブラストダッシュだったら近づけれるんですけどもため狩り炉だとできないんで結構工夫が必要ですね。なので地さんとかも、まあ、せっかくパッて使ったけどもブラストダッシュで近づくことできないやって納刀してそのままピシュンって追いかけるっていうことが多々ありますので。 まあちょっと地列弾との相性はブラダークイックの方がまだ相性がいいのかなとは思います、まあ、ただこの組み合わせ自体はまあ鉄板な組み合わせに2種類紹介したのでまあブラストダッシュとまああのガードリロード組み合わせるもいいですしため砲撃とクイックを溜めあの組み合わせるっていうのもいいのでまあそこは個人差なのかなっていうところではありますよねた、まあ、あめ砲撃とクイックリロードっていうのもすごく 相性自体はいいんですけどもただあのガードリロードのあのなんていうんですかねあの流行弾のリロードができなくなっちゃうので、まあ、ここも結構、好みが分かれてくるところなのかなっていう感じですね一応こんな感じでできるんですけどもここからクイックリロードがつながらないんですよだからもうノーマルリロードしないといけないんですけど、まあ、突き方撃の時はクイックリロードで立ち回ることができてまあちょっと隙があればこんな感じで打ち込んでみたいな。 でこんななリロードが必要になってくるというまあ組み合わせ次第ではあるんですけどもここの個人差は結構出てくるのかな、まあ、クイックリロードとガードリロードうーん、まあ、ガードリロードの方が採用している人は多いかなと思うんですけど、まあ、クイックリロードのねあのすごい手数を増やせるリロード、まあ、あのすごい、ね、瞬間でリロードできるので、まあ、割とありですね。ただ まあどちらもためリロも、えーまあ、ブラダクイックもそうなんですけども、まあ、地獄山は外せないですねヘイルカッターはもう使う必要ないので、まあ、地獄山一択のここの組み合わせは人によって変わってきますので、まああのー、拡散型の中でも少しちょっとスタイルが変わってるっていうのも覚えておくといいでしょう。 ここからは、拡散型ガンランスについて、まあ、何使えばいいのっていうことで説明していこうかなと思います。まあ種類は少ないですけども、えー、優秀なガンランス、揃っております。えー、まずは、アンバーマッチですね。えー、こちら、拡散型レベル4と、えー、レベル1段階、えー、低いんですけども、まあ、見るべきところは、会心率40%ってところですね。ここ強いわ。 弱点特攻で、えー、肉質45以上で回、えー、心率50%なので90%になりますね。まあそれに超回心乗せちゃうともうね <laughs>、めちゃくちゃいいダメージ出せます。はい、でしかも氷属性なんで、氷、まあ、属性弱点の敵に対してはさらに強く出すことができるガンランスでございますが、 まあこれは装備スキル次第ですね弱点特攻を採用するのであれば採用もありだと思います、うん、攻撃力も190と、まあ、200台乗ってはいないんですけどもやっぱあの弱点特攻と組み合わせることによって90%の回心率を誇る月砲撃型ガンランスっていうのはえかなり魅力があるんじゃないかなと個人的には思います。 あともう一つ、こちら、アドミラルパルド。えー、攻撃力210で回心率10%ですけども、まあ、あの拡散型レベル4ではあるんですけども、まあ、あの流種特攻と、まあ、流行法強化ですね。えー、この二つどちらかをつけることができるっていうのがあまあ利点になるのかなっていう。まあ、流種特攻に関しては1.05倍かな。 えー、まあ、ことがでできるので、まあ、ここは強いんじゃないかなって思います。うん。まあ、今は、流行法強化、えー、つけているので、あのー、まあ砲撃、流行法の威力を一段階上げる、まあ、レベル5の流行法の威力を出すことができるよということで、えー、スキルつけてますけども、まあ、流種特攻ももしかしたら視野に入ってくるのかなっていう。であとあ、スロット数が211と非常に多い、えー、武器スロット持っているので、まあ、第一線ではちょっと、 難しいかなとは思うんですけど見た目とスロット数と粒子特攻でまあ割と、あのー、特攻が刺さる敵に対してはまだまだ頑張っていけるんじゃないかなと思います。まあうん、アドドミラルバルドもだいぶいいぶけけると思いますけどね、うん でこちらヒルブゴーラですね、こちらも拡散型レベル4ではあるんですけども、まあ、あの百竜スキル、流行砲強化をですねあのつけることができるフリブゴーラなんですけども、これ、毒属性が非常に優秀ですね、突き砲撃型、まあ、拡散型との相性もすごくいいですし、まあ、毒属性って結構腐りにくい属性なので、であとスロット数が2、1と、えー、まあスロットが2あるっていうのがね、強いところでございます、まあ、百竜夜行で使うことが多いかな。 うんまあ、毒属性強化を乗せて百里夜行へ行くとあの状態異常のミッションとかはかなり早く解禁できるので、まあ、でも実戦でも全然使っていける、まあ、クシャルダウラとかにも全然使っていける性能はしているので割と、えー、重宝します。うん まあこの辺りとかはすごくいいのかなと思いますね。で、えー、大本命、ドゥームズ・ d ですね。えー、攻撃力170とちょっと低めなんですけど、水属性が高いのと、スロット21、拡散レベル5ということで、まあ、スロット数もありますし、まあ,あの属性値も非常に高い、で拡散,だ拡散型レベル5ということで、まあまあ、とりあえずこいつ作ったらいいんじゃないかなっていうぐらいの性能ですね。うん 一応、まああの、百竜スキルは、まあ、弱点特攻か、まあ、属性か、攻撃かっていう風にあに威力を上げることができますの、ね、で、ここはあの装備構成次第で、まあ、百竜スキル選んでいいんじゃないかなと思います。僕はちょっと水属性攻撃強化を、えー、採用していますけども、まあ、すごく強いです。まあ、ドゥームズ、D ・ディマジで強いんで、あの作る価値、えー、存分にあるんじゃないかなと、えー、個人的には思っております。であとは、えー、最後、えー、この大砲ボロコシと。 まあこの百竜重曹についてなんですけども、まあ大砲もろこしはですね、えーまあ、水星系特攻というものをつけることができます、はい、なので水場にいるモンスターに対してはかなり強く、えー、戦うことができる、まあ、代表的なのがオロミドロとか、ね、<laughs> まあに対しては大砲もろこしで戦っていけるんですけども、まあ、ただ、ちょっと切れ味がこ,こにもとない。 ですね緑と黄色しかないんですけども、まあ、あの今作はあの砲撃の威力は黄色ゲージまで変わることはないので、まあ、砲撃メイン、まあ、突き砲撃で <laughs> もう砲撃バンバンん打っていきたいだったら大砲諸しも全然戦っていける、えー、環境だと思いますね見た目に反して割とガチですね。 あとは百竜重曹ですね、まああの、こちらは拡散型レベル5を選択することができるのと切れ味を選ぶことができます、そして属性も選ぶことができますので、まあ、ここは百竜スキルの組み合わせ次第では拡散型レベル5これ何本か作っておくのもいいのかなというふうには思うんですけども、まあ、ここに関しては結構いろんな意見が飛び交ってくるので、まあ、一概にもこれが一番強いというのはなかなか言いにくいところではあるんですよね。まあ、今僕は白ゲージを 採用してまあ緑ゲージ長くしている、まあ、その代わり攻撃力ちょっと下げてみたいな感じなので、まあ、この辺りとかは、うん、人によるのかな組み合わせ次第では、うん、多分おそらく期待値の組み合わせ次第ではまあ切れ味1が強かったりとかもすると思うんですけどまあ攻撃力が、ね、200台乗っていないとちょっと月放との砲撃の部分とかが少しと心もとないのかなと思ったりとかするんですけどまあこいつに関してはスロットがないしな。 ただ、麻痺とか、まあ、睡眠の突き砲撃とかを作りたいんだったら、もうこの武器を作るしかないので、まあ、状態以上の拡散型作るのであれば、まあ、こいつを何本か作っておくっていうのも、えー、必要になってくるのかなと思います。基本的には今紹介した拡散型ガンランスの中から選んで、まあ、装備組んでいくっていうところではあるんですけども、まあ、一番おすすめなのはやはり d ームズリーかな、これですね。 まドゥームズ・ディは割とかなり使えるガンランスにはなるので、まあ、拡散型始めたいという方はまずドゥームズ・ディから。で、あとまあ百竜夜行とか行くんだったらヒルブゴロあると安心ですね。うん。まあ、あのミッションもクリアできますし、毒属性なんで、まあ、クシャルとか、まあ、ちょっと特定の時とかはまあこの武器とかがえ使いやすいんじゃないかなと思いますけども、まあ、基本的にはドゥームズ・ディで、えー、まずは始めてみてはいかがでしょうか。 大体こんな感じで、えーまあ、拡散型のいいところ、悪いところは、まあ、武器に関して、えー、お話をしていったんですけども、あとはまあスキル構成ですよね、拡散型って、もうね、本当にね、欲しいものしかない。<laughs> ガードリロード使うんだったらガード性能は欲しいですしまあ、切れ味とかね白ゲージ維持するんだったら合陣研磨だしまあ、僕は技物で、えー、切れ味ケアをしてるんですけどもまあ、突き砲撃をする分ですからやっぱ砲術は欲しいですし。 あまたブラストダッシュ採用しなかったらやっぱステップで移動したいから回避距離アップはやっぱ欲しいですしまあガードエッジとか地獄山とかね使うんだったら駆け出し使い欲しいしまあ突き砲撃の突きの部分弾かれたくないから心眼欲しいしまあしかも拡散型弾球はね初期装填数2発しかないからまあの砲弾装填欲しいし。 まあ、ガード強化でちょっとガードできる技増やしとこうとかあとマルチ行くんだったら昼見み軽減みたいな感じで <laughs> まあこんな感じで採用してるんですけども僕はこんな感じの装備構成でスキル組んでますとにかく何でも星狩りマンみたいな感じですねかんだけリノプロバゼバゼバゼですねでまあ、スロットも回避距離アップと砥石縮高速化でっていう2 2の5石を使ってやってます まあほんと拡散型ってほんと欲しいスキルしかないので装備構成というかまあ5石とかもそうですしかなり難しいと思います、もう今ある5石の中で、まあ、今ある防具の中でどれが一番組み合わせがいいのかっていうのはもう人それぞれで変わってくると思うので、まあ、この辺りの装備構成とかはかなりあの個性が出てくるところではないかなと思いますけども僕は個人的な技物です、ね、を採用しております。 まあ,あとガードリロードをね僕やっぱ使うので、まあ、ガード性能はレベル5まであったほうがいいのかなっていう、ね、あのスタミナ消費量とかを抑えることができるのでガードするスタミナ残すこともできますし、うん、いいのかなっていうところではありますよね、まあ、あのガードリロードもそうなんですけどあのやってるときってスタミナ回復しないんでこんな感じで,なで結構スタミナの消費とかが激しくなってくるんで もちろん、これガードエッジもそうなんですけど、うん、あのスタミナ回復しないんで <laughs>、スタミナなくなってガードできなくなったっていうのもね、敵によっちゃね、たまにありますからですね。うんまあ、こういったところでいくと、やっぱスタミナ急速回復欲しいなとか、体術欲しいなとかなってきたりとかもすると思うので、まあ、装備構成に関してはこんな感じですかね。僕はこの装備構成とこの5席でスロット、まあ、こんな感じの装備構成ですね、やっております。まあ、参考になるかどうかわからないですけど、僕は、 技ものはかなり、えー、拡散型と相性がいいんじゃないかなって思ってますここまでご視聴ありがとうございました、まあ、拡散型のいいところ悪いところをですね、あのー、説明できたかなと思います、まあ、最後にですねちょっと実際に拡散型の、まあ、ガチですね、えー、どういった立ち回りで敵を倒していくのかっていうのをですね、えー、お見せして終わりたいと思いますまあのー ま実況しながらでもいいんですけども、まあ、せっかくやるのであればちょっと真面目な <laughs> まあ狩猟風景を、ね、あの皆さんにお見せできたらなと思います、まあ、興味がない方はここでブラザバックしていただいて結構でございますいろいろと、ね、あの拡散型本当に楽しい戦い方になりますので、まあ、ちょっとブラストダッシュもまあ取り入れるのもよしですし、まあ、クイックリロード手数を増やすのもありですし本当さまざまな戦略性があの拡散型の中でも分かれてる、まあ、操作方法も忙しいから結構ごちゃ ごち,ゃちゃした操作が好きな方とかは結構おすすめできますし、まあ、マルチだったらまあスタン取れたりとか麻痺、まあ、とガンランス組み合わせて、ね、あのすごく拘束したりといろんな幅広い戦略が使えることができるのが拡散型のいいところだと思うんで、まあ、この動画見た後にですねぜひちょっとお試ししていただけたらななんて思いますので、えー、皆さんご視聴ありがとうございました、えー、また次の動画でお会いしましょう Yeah. aitäh .